お疲れチャンスラップです。今日ですね、久々ににゃんこ大戦争やっていきたいと思います。さあこちらにゃんこね、なんともうすぐ10周年を迎えるそうで、この動画が上がってる頃だとは思うんですけど、さあ10周年ということで、まあ、ちょっと新イベントとかも、まあ、これから来るっぽいので、まあ、その辺をちょっとね楽しみに、はい、やっていこうかなと思います。まず10周年ってやばくない？だって冷静に10年前、僕今23なんで、まあ、12、3の頃ってことは、まあ、中学生、多分ちょうどその時僕もニャンコやってたんですよね。ニャンコやってて多分日本編とかしかなくてクリアしてやめた、で今もやってるみたいな感じなんで、まあ、そっからずっと続いてるって考えると冷静にやばい。まあ、そんなね10周年を記念してっていうわけではまあないんですけども、今回なんとポノスさんと協力してプレゼントキャンペーンを行います。なんと、はい、プレキャンです。今回は、まあ、そのねちょっと詳細をね説明しますと、あるステージにね、はい、挑戦します。で、まあ、それが大狂乱の鳥です。はい、ちなみにこれめっちゃ難しいっす。はい、マジでめっちゃむずいです。でまだ僕クリアしたことないんですけど、でそれを挑戦します。で僕とライキさんですね、はい、ハブゲーミング所属ストリーマーのライキさんと挑戦して2人ともねクリアできると豪華グッド10名、片方だけクリアだと5名で、2人とも失敗ありえないですよ、ありえないですけど、2人とも失敗だと3名様に、プレゼントという形になっております。でプレゼントの商品はですね、こちらまんまるぬいぐるみセットですね。猫とちび猫がね2体セットになってる、はい、にゃんこグッズをプレゼントいたします。さあそして応募条件がですね、僕とライキさんのツイッターのフォロー&にゃんこのね投稿をするので、そちらをリツイートとなります。で期間がね3日だけです。3日なので結構短いんでね、はい、そこはご注意ください。まあ細かいことは概要欄に、はい、載せてあります。ということで早速ねそちらのステージも挑戦していきたいと思います。1回きりで、はい、クリアしたいと思います。さあこちら大狂乱の鳥ですね、極ムズ。さあコンティニューは不可能ということで、まあ、アイテムも全部使っていきますね。まあ、このコンピューターぐらいはいらないかな、てかスピードアップもいらないか、難しくなっちゃうっすよね。なんかこれカスタマったの知らなかったさあということでパーティーはねこちらでいきます。僕はなんかこの遠距離のねコスモとかこのスーパーハッカーが結構いいらしいので、マジでめっちゃ下調べしました。もう一発でクリアしなきゃいけないんで失敗できないじゃないですか。そうだからもう記事見て攻略動画見て、あこういうのがあるんやとか、もうこのキャラがいるんやっていうので、もう事前に集めてレベル上げてっていうのでやばいっすよ。もうレベル40とかまで爆上げしました。はい、これのためにということで、まあ、こんな感じっすね僕のパーティーは。まあ余裕で多分なんだかんだね余裕でクリアできると思ってます。はい、自信だけはあります。頑張ります。さあ行きます。いややべえ、ちょっと緊張してくるっすね。まあ、一発勝負っすよ。ちょっとゲーム音聞きながらしっかりね本気で勝ちに行きます。さあ一旦お金は貯まってる。で初っ端からこのボスが来るんで、足止めのね、はい、盾出して、あーナイス。まあまだまだ余裕ですよ。まだお金貯めるだけなんでね、僕は貯めてお金貯まったらね、コスモとハッカー出して可愛いミタマちゃんでね。さあ火力は高いんでね、まあ、遠距離で。めちゃくちゃゆっくりだな。なんかいつも2倍タイムのアイテムつけてるんで、なんか1倍でやるとめっちゃゆっくりに感じるんですけど、まあもうカスタムなんでちょっと2倍だとねついていけないっすよね、早すぎて。よし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 、今んとこ完璧っすよ、今んとこ完璧。さあ来た、あれを倒すんですが、壁ちょっと増やしていきますね。壁4体えん、おかっこいいな、俺ちょっとアップにするか。おなんか
うわ、いくつ熱いぞ。まあ、一旦この壁さえ無限に作っとけば行かれることはないんだよ。さあ、スーパーハッカーとコスモで稼いで、これ御霊いつ使う、これ御霊出しちゃうっすね。さあ、マジでトナカイ強すぎるっすよね。お金がちょっとなくなるんで、あんまり無理したくないですね。で、なんか赤い敵とかが出てくるっぽいので、まあ、その辺出てきたら他のカードも出していく。いやー、ちょっと怖い。いや、待って、結構出てくる。おっ、これボスのさ HP が残りどんぐらいとか分かんないのがね、ちょっと怖いですよ。いや、めっちゃいい、めっちゃいい。でも勝てそうじゃない。なんかすごい、すごい、うわー、やばいですね。全然勝てそうじゃないです。これっすね、この、こいつマジバケモンなんで。うわー、やばい。結構やばい。しかも本気っすね。本気の連打で、この大狂乱の猫島くんが、赤い敵にマジで強いので、イノシシさえやってくれると、ゴールドが増えるんですよ。マジ頼む。これ皆さんのあの、かかってますからね、プレキャン。なんなら俺も欲しい。やばい。やばい。押してんのかどうかも、うお、熱々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 押してんのかどうかもわかんないもん。マジ頼む、マジ頼む。マジ頼む。あ、これ以上刺激できません。いや、結構いいってことですよ、それは。コスも2体目。うわぁ。怪しい。ちょっとお金がなくなってきた。で、増える。俺、これいけそうじゃない？だから微妙に。まあ、微妙に移動したね。コスモがなんか黄色い。なんか、黄色いオーラまとってる。あ、俺、勝ったんだ？油断したらやばいかな。マジで。俺、もう負けそうじゃないな。これ、もうどっから伸びても頼むぞ、マジで、本当に。かかってんだぞ、プレキャンの。さあ、2人とも負ければ、3名。片方が勝てば5名。両方勝てば10名。もう両方勝つことしか考えてないんでね。え、これなんならボスさ、倒さずになんか勝てそうでね。そんなことある？ちょっと待って。まあ、でもね、ボスさ、残ってるよな。残ってるけど、相手のタワーもう、11万しかないんですよ。え、ちょっと待って、そんなことある？ちょっと待って。相手のさ、ボス残ってるんですよね、まだ。あ、勝ってた。ちょっと待って。初めてゲット、初めてゲットクリアなんですけど、これクリアなのか。ボス全然倒してないですよ。強すぎてこんなこともあるんですね。まあ勝てたんでね、まあ勝ったことには変わりないんですよ。これでインスタを勝てればね。さあ、ということで見事勝利しました。勝利したんすけど、なんか美しくない勝ち方ですね、全然。あのボスをボッコボコにしてね、本当は勝ちたかったんですけど、なんかもうそのままご了承しちゃいましたね。よければね、皆さんもこのパーティーちょっと参考にしてみてくださいね。はい。というわけで、いや、マジでクリアできてよかった。内心バクバクっすよ。負けたらどうしようと思って。景品かかってますからね。ね。しかも、今回ライキさんも挑戦するんで、まあ、僕がクリアしたことによって、最低5名です。はい。最低5名。で、まあ、負けるはずないですか。まあ、ライキさんが負けるわけがない。冷静に考えたら負けるわけがないので、まあ、多分10名とか言って、もし負けてたらでもマジで困るんで、まあ、最低5名です。はい。で、ライキさんがもし勝ってたら、10名ね、先ほども言った、まん丸ぬいぐるみセットをね、はい、プレゼントいたします。いやー、マジでクリアできてよかった。マジでよかった。本当に、準備した甲斐がありましたね。もうキャラ育てまくったんだね。攻略動画ずっと見たんだね。YouTube 利益そればっかっすよ、マジ。なんか一安心っすね。なんか、一大イベント終わったみたいな感じの、なんか、解放感というか、やりきった感でいっぱいっすね。いや、マジで、
よかったです本当に。なんかもっとね大狂乱も強いステージいっぱいあるんですよ。これ難易度多分真ん中らへんかな、この大狂乱系列で。ではそう9個くらいあるんで、まあ、その 4,5,6 番目ぐらいだと思うんで、まあ、その他のね大狂乱もちょっとね、はい、引き続き今後やっていきつつね、まあ、プレゼントキャンペーンも皆さんね、はい、しっかりチェックお願いいたします。ということでまたね次のにゃんこ動画もお楽しみに。ではお疲れちゃんでした。